グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。アメリカに来て今日で4日目だっけ。5日目。ご苦労様でした。ありがとうございました。時差ボケが取れた頃にまた明日朝早く起きて日本に帰らなきゃいけなくて大変ですけど、いろいろとご苦労様でした。じゃあそれぞれアメリカミッションヒルズの印象を聞かせてください。高山さん。印象、はい、ミッションヒルズのゴルフコースの印象。ゴルフコースは、印象、アメリカのコースって感じです。やっと私は初めてアメリカっぽいコースでラウンドができたなって思います。おお、だ、何がアメリカっぽいと思った。いや、パームツリー。はい、パームツリーがアメリカっぽかった。まあ日本だとやっぱりこう林間コースだったりとか木がいっぱいある、あるのがやっぱないので、こう開放的というか、それがすごく広々として気持ちが良かったです。はい、谷野選手はどうでしょうか。はい、同じようにやっぱティーショットは結構広く開放的な感じだったんですけど、まあその中でもやはりメジャーのコースということで広い中でもこうセカンドを狙うためにはその狭いスポットに狙わないといけないというホールもいくつかありました。バチバチ少々良かったよね、ドライバー今回。何ホールかだけに入れちゃう。2ホール以外はい、2ホール以外は、はい。ということで高山選手、首の具合はどうでしょうか。ハーフショットぐらいは打てるようになりました。そう、なんと第2ラウンド、2ホール目の第2打で撃沈してしまいました。ぎっくり首という症状は初めて聞いたんですけど、1打打って首の筋がおかしくなって、肩が回らなくなっちゃうっていう、首が大変な怪我で、帰ってすぐ治るといいなと祈ってます。はい、はい、ありがとうございます。タイの選手は見事、4ラウンドで5オーバーの基準が守られたので、でこの5オーバーっていうのはなぜ5オーバーにしたかっていうと、去年の、QT のカットラインが5オーバーだったんで、カットできるような人をQスクールに送りたいなっていうこともあってそういうふうに、したんですけれども、見事そんな感じで回っていただいて Q スクール挑戦権獲得しました。で8月の末もう一回ミッションヒルズで、Q スクールになります。はい、頑張ってください。抱負は抱負まずは Q スクールファーストステージを通過することが目標です。はい、たまたまだけど今回は3コースある中でピート・ダイとアーノード・パーマーが毎年各年で使われていて、たまたま今回はトーナメントコースとアーノード・パーマーコース2回ずつ、プレーしましたが、今年の Q スクールはなんとアーノード・パーマーが使われるので、まあ、コースデザインはある程度把握してもらえたと思いますが、アーノード・パーマーのコースの印象はどうだったでしょうか。コースの印象は、まあ、前半と後半ですごく全く別のコースのようなイメージで、まあ、後半からすごくショットがシビアになっていくイメージがあります。後半が難しいと。後半が難しかった、どのホールが一番難しく感じましたか。最後の16番ですっけ、右に木があるとか。16番左ドッグの池周りのパー4で、12番の、ハンディキャップホールね、後半の、ハンディキャップナンバー2の、両方とも池越えで、
グリーンの右に池がある、あ、池じゃない、木があるやつね。そうです、そうそう、あれ、あの木邪魔だよね、ほんとね。邪魔です、どれだけ左打っても右の木が、うん、ピンポジが上段にあると絶対に無理だよね、270-280飛ばない限り、はい、ドライバーが。まずセカンドが160ヤード以上残ること、うん、そしてセカンドがその狙えないですよね。だよね、ショットが少しでも右に寄っちゃうと気が狙えないので、まあ、ユリカプロは1回目はガッツィな7番アイアンかなんかでガッツィに、あ、6番だったっけ、キースレスレでバーディーチャンスの次はなんか戦略的にちょっと外したけど、はい、まあ正当な攻め方で良かったと思います。トーナメントコースはどうでしたでしょうか、高山選手。私ですか私ですか。ワンラウンド長かったです。長かった、はい、やっぱり6750ヤードで長い、やっぱりセカンドがユーティリティ以上になってくるのでほとんど、うん、そこがやっぱりバーディーチャンスにつけるっていうのはやっぱ確率としてはちょっとやっぱアイアンよりかは劣る分、うん、難しかったですね。タイナ選手は、はい、本当に長いという一言に尽きると思います。そうなんだ、やっぱり長いから日本人勝てないの。日本人ベスト確か有村智恵の7位だったが、なんかそんな感じだった。渋子の4位って4位あったんだっけ、なんかまあ一桁後半ぐらいしか ないんだけど、あそこで日本人が勝てない理由は何でしょう。やっぱり芝の問題はあるのと、一人もあるんじゃないですかね、やっぱり飛ばないから日本人は。いや、それはちょっと一概にどういう人もいるから何とも言えないですけど、うん、で飛んでアメリカに来れる人ってあんまりいないじゃない、渋子ぐらいしかいないじゃん。渋子もハマるときはハマるけど、やばいときはやばいじゃない、叩いたり66度とか7出したりみたいな感じだよね。なんか安定してあそこでスコア出す日本人選手ってなかなか見たことないんだよね、勝ったことないし。いや本当はあそこので日本人選手が勝つのを見るのが会員としては夢だったんだけど、もう見れなくなっちゃったんだけど、まあとにかく5日間アメリカでご苦労様でした。ありがとうございました。今日はあの最後の晩餐を焼肉楽しんでください知らないけど最後の晩餐アメリカ最後の晩餐あの楽しんでください、はい、で残ったお肉は明日の朝の昼のお弁当で持って帰ってください、はい、ということで5日間ご苦労様でした。はい、ありがとうございました、はい、どうも。今日の最後の晩餐です。今日は焼肉です。サムギョプサ、油揚げの中にキムチとモッツァレラを詰め込んだものです。厚切り牛タン、カルビ、カルビの厚切り、それから私が一番好きなコスコで売ってる、リブアイのキャップ部分です。全部有名焼肉会社のタレでマリネートしております。で最後はこのラムチョップを食べます。でアペタイザーでエビとそれからクリームですと蓋を開けて、はい、私が取ってきたちょっとよくわからないですけども生コースですお刺身は完食しました、はい、ということでした。最後の晩餐取ります。アメリカ最後のどうでしょうか。最後の晩餐はタイヤ選手、美味しいです。美味しいお肉と美味しいワイン、今美味しいワインと、はい、なんかまだいっぱいハイボール残ってるよこれから2杯目で行きます、うん、はい、2杯目、あ、2杯目なの、2杯目なの
やめなのそれ。お知らない間に。知らない間に。はい。ということで、あの牛タンに入ってますがどうでしょうか。厚切り牛タン。楽しみです。噛み締めて、はい、ワインと一緒に食べてください。いただきます。はい。ということでここの2人を紹介します。どうもです。早稲田の後輩の牛です。あとはいこんにちはとか言って。いつこちゃん。こんにちはじゃなくてこんばんはだよ。こんばんは。いつこちゃんです。いつこちゃんです。なんと表現したらいいかわからないですけど。はい。とにかくゴルフギークの、はい、一日中ゴルフの、はい、女子です。はい。ゴルフが仕事みたいな。ゴルフが仕事です。はい。なんかリンゴルフ視聴者にコメントお願いします。は。US アマチュアオープン出た感想は、はい、今年の予選も頑張ります。今年の予選頑張る。去年どうだったの、はい、去年は、シニアオープン と、シニアアマチュア受かって来ました。本戦に。今年は8月なので。本戦ってどんな感じ。本戦シニアオープンはプロがいるので、アニカ・ソネスタムとか、おーローラ・デイビスとか、ね、一緒にやんの。一緒に。そうです。隣でご飯も食べました。やばいね。牛キャディやったの。キャディやりました。キャディ行ったの。はい、やりました。やばいね。この夫婦はもうゴルフギークで、はい、やばいです。自分が行きたいぐらい行きたいですね、この、あのキャディ。それはちょっと無理だと思って、はい、キャディ頑張りました。はい、私も頑張りました。ますが、ラウンドする前に1時間、はい、ラウンドした後に1時間練習する変態カップルです。練習は嘘つかない。練習ですか。おあすごい。練習は裏切らない。裏切らない。アイちゃんの、パパの練習場に行くと T シャツ売ってます。そう、練習は確かに練習は裏切らない。裏切らないということでした。はい、もうタンが出来上がってますが、はい、どうぞ食べてください。もうちょっともうちょっと、なんかカオリンちょっとさ首動くようになってきたよね。全然動かないでさ、正面見たままだったけど動くようになったよね。はい、ということで皆さん楽しんでいます。